あ、いらっしゃいませ。あの、これ葬儀社でね。はい、パラダイス葬儀社で。パラダイスって言うんだよ、思い切ったな、お前。はい、あ、あの、棺桶のサイズ直しの宇治家さん。違うわ、お前。なんだそのサイズ直しの。いや、違うんだよ。ちょっと親父の件でさ。組長さん。組長じゃねえよ。仇だよ、完全仇よ。俺、パン工場で働いてんだよ。ちょっと、何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんない。だから、ベルトコンベアあんだろ。で、向こうからアンパンが流れてくんだよ。それにずっとごま乗せてんだよ。いいんだよ、俺の仕事の話は。うちの親父がさ、はい、今入院してんだよ、はい、で、この2、3日がどうやら山らしいんだよね。お父さんが山嵐だ。言ってねえよ。なんでうちの親父山嵐なんだ。山川何の扉が開くんだ。山、既得。あ、既得。ああ、それはそれは。何笑ってるんだ。なあ、お前嬉しいかもしれないけど、これ辛いんだよ。あ、ほんで、はい、今のうちにほら、急に亡くなっちゃったりしたらさ、はい、バタバタすんじゃん。死体が。死体がじゃねえよ。亡くなった死体バタバタすんだ。バタリアンじゃないか。ね、違うね。だから今のうちに葬式を挙げてしまう。そんなわけねえだろ。人下ってすんだろ。え、生きてんだよ。だからちょっと費用とかわかんねえんだよ。ああ、ちょっと聞きに来たんだ。じゃあ予約ですか。予約、え、そんなできんの。まああんまりする方いないですけども、だろうな。うちとしては準備しとけるんで、その方がありがたいです。あ、そうなの。はい、じゃあちょっと教えてくれる。いろいろ。本当ですか、うん、じゃあそちらにどうぞ。あ、はいはいはい。一応あの予約ですと、うん、キャンセルだけないようにお願いします。まあ親父無事だったらお前の葬式にしてやるよ。簡単な話だ。ではお名前よろしいですか。名前伊達。伊達さんですね。そうそう。あ、すいません、今のデスは死ぬとかそういう意味。分かってるよ、そんな。分かってるよ。いや、なんか気を悪くされたら。お前がそっちの方向に持ってってんだろ。やめてくれよ。じゃあ葬儀の方なんですけど、うん、ムッシュはどなたが。ムッシュね。ムッシュ。ムッシュってお前なんで料理長必要なんだよ。ムッシュ。ムッシュ。ムッシュ俺かな、長なんだから。お客さんで。うん。じゃあ、あの、一応お父さんの写真だけ用意してもらってよろしいですか。写真ね。はい。家ね。いや、家じゃなくて家。分かってるっつうの。こんな写真使うか、お前。家でしょ。はい、それ、うん、準備するよ。じゃあ、費用の方なんですけど、うん、うちはあのグレードで3つのコースに分かれてます。あ、コースが3つある。はい、まず第1のコース。待ってくれ、はい、普通に言えねえかな、コースって。世界水泳みたいなってくれ。サンズの顔多いじゃん。やかましいよ。じゃあまずあの100万円のコース。100万円のコース。はい、こちら一番人気のオーソドックスなタイプの葬儀になりますね。あ、じゃあ普通のタイプ。そうですね、特に面白みのない。いい、面白くなる。なんで面白くしようとしてんの、はい、いいよ普通で。じゃあ続いて1000万円のコース。1000万、はい、高えね。これはもう祭壇が純金だったり全てが豪華なんです。ああ、そうなんだ、はい、じゃあもう著名人の方とかがやる。なんでフンってしたんだ。なんでフンってしたんだ。あとあの火葬場の移動もですね、うん、バスになりますね。バス、はい、で東京タワー、うん、国会議事堂、お台場、うん、そして六本木ヒルズっていうコース取りに。ハトバスみたいだな。素直に言ってくんねえかな、火葬場に、はい、なん最後六本木ヒルズ行ってんじゃねえ。ほんとダメですか。ダメだよ、それが1000万なんでしょ。はい、やだな、なんかそれ。あ、じゃあ10万円のコース。あ、そんな安いのもあんの。はい、これはあの祭壇がみかん箱に。みかん箱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 はないかな。で、棺桶も発泡スチロールです。発泡スチロール、はい、どういう状況それ。氷を敷き詰めた発泡スチロールにこう魚見てんだって。魚じゃんもう、はい、なあ、その中にバラバラになったお父さん、うん、誰がバラバラになってる。バラバラになってねえよ別に。パラパラになった。パラパラにもなってねえよ。チャーハンみたいに言うな。なあ、なってねえんだよ、まだね。で、まあ10万円のコースですと、うん、坊主もビデオになりますね。ビデオ。詳しく聞かせてくれよ。他の葬儀でお経を読んでる坊主のビデオを流す、うん、絶対成仏しねえだろ。関係ないお経を流すわけでしょそれ、はい、なんだそれお前。で、こちら火葬場への移動なんですけど、うん、電車移動になります。電車。何、じゃあ親父を発泡スチロールに入れて、それをこうやって電車に乗るってこと。アメ横の帰りか。なあ、魚じゃねえか完全に。まあでもこの場合は切符は1枚になるのか2枚になるのかっていうところなんですけど。やかましいよ。なあ、これはまあうちの方で JR の問い合わせ。うるせえよ、絶対1枚だろ、はい、1人死んでんだから。どうしましょうか。それはないわ、それはなしだ。なしで、うん、それやだもんだって。どうしましょうか。普通のその100万のさっきの100万でよろしいですか。100万でいいよ。あ、分かりました、うん、じゃあこちらで予約しておきますんで。うん、まあ予約っていうかさ、はい、言い方おかしいけど、ポイントカード持ってますか。持ってるから。ポイントカード、はい、葬儀屋だよね、ふざけてんだろお前。
これあの本来葬儀1回で1ポイントのところが、うん、キャンペーン中は2ポイントつけるんですよ。嬉しくねえなそれ、なんかそれなんかもらえるのそれ。あ、1年間有効なんですけど。1年間はい、うん、まず10ポイントで葬儀1回無効。たまんねえだろそんなの。1年間で身内10人死んでんよ、うん、たまんねえと思うけどな。じゃあ15ポイントたまるわけねえだろってな。15人死んでんだぞ、はい、お前周りよ。こちらですと、うん、葬儀1回無料プラス坊主が10人来ます。気持ち悪い気持ち悪いよ。そのハゲの集団が10人やってきてるんでしょ、はい、やだな、なんかそれ。いやでも坊主の10人がお経のサビをハモるとこなんか、これ圧巻ですよ。なんでお経をハモるんだよ。お経のサビってどこなんだ大体。何秒何秒出だしじゃねえか。出だしからハモってくるの、はい、やだなそれ、気持ち悪いな。じゃあ20ポイントいい加減しろよ。1年間で身内20人死んでんだよね。たたりだよ。もしくは俺が殺してるよそれ。関わりたくねえだろ。関わりたくはない。なあ、はい、おかしいだろそのポイント。もし20ポイント集めたら、ああ葬儀2回無料ほんでプラス、ああ坊主が屏風に上手に坊主の絵を描きます。頼まねえぜ。